You're listening to Shibuya Cross FM。 夏川ひなたの渋谷トーキングスタート。お願いします。お願いします。はい、ということで皆さんこんばんは、渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第2第4金曜日17時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りしています。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいります。改めましてご視聴していただいて大丈夫か、噛んだぞ。ご視聴いただいてる皆さんこんばんは。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 はい、ということで自己紹介の方をね、はい、していきたいと思いますけども、はい、ということで皆さんこんにちは、夏川ひなたです。普段はお芝居をかじりながら、タレント活動をさせてもらってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ僕の方も、はい、藤森海です。はい、同じくお芝居の方、大かじりしながらかじりと大かじりみたいなこいつら大丈夫かみたいな。大丈夫ですか。頑張ってます。はい、かじり、お芝居しながら、はい、SNS 等やっております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、最初は僕たちの近況についてお話ししようと思うんですけども、はい、まあ初めてね聞いてくださってる方がいらっしゃるかもしれないので、はい、まず軽く、うん、なんかもうちょい自己紹介深掘り。そうね、軽くもう少しね。はい、はい、まあ、僕はサッカーを、はい、まあ7年ぐらいやってまして、うん、はい、もう芸能を始める前はずっともサッカー少年やらせてもらってました。はい、はい、お願いします。もう今本当に人生を簡単に言うともうサッカーしかないからもうサッカーを。いや、わかるよ本当に、うん、そんな感じです。そんなん言い出したら僕もね、サッカーを何年ですか、はいはい、18って言った。僕13歳から始めて、今22歳なので、はい、そうですね。3歳からってすごいよね。でも記憶ないですけどね。記憶ないぐらいに始めてましたボール蹴り出して、ボール蹴り出してでも僕もね、まあ、サッカーやってました、はいはい、だからサッカーの男2人ですね。サッカーの男2人、うん、サッカーの男2人。なんでサッカー始めたんでしたっけ。僕はね、初め野球かサッカーで悩んだんよ。あ、そっか。お兄ちゃんの影響。お兄ちゃんの影響 でお兄ちゃん全員サッカーしてたんで、あ、まあサッカーを、はいはいはい、やりましたね。お兄ちゃん何人いるんですか。3人います。え、そんなにいるんだっけ。うん、3人いて、3人ともサッカーやってて、で僕もまあサッカーよなってなってやってました。影響しますね、兄弟は。はい、うんうん、どんな感じで始めたんですか、サッカーは。もう3歳なんでマジで記憶ないですね、うん、なんかもう気づいたら球蹴ってるみたいな。そうよね、うん、他のスポーツはなかったの。その、あ、いやいや、野球やってました。野球を、野球を小学校の頃やってたん。やってました。卓球と野球、おとサッカーかな、水泳、まあそこら辺。どこの、まあ、野球はどこのポジションやった。野球はあの外のやつ。何外のやつ。外走るやつ。え、あの4つ守るじゃないですか。はいはい、ベースね。ベース、はいはい、1,2,3,4。うん、そう、4つ守る外のやつ、うん、なんて言うんだっけ。外野。外野外野あ、外野やったんや。はいはい、外野でした。遠投でね。遠投でいっぱい投げんでね。あ、そうそうそう、うん、でも戦力外通告受けてどこから受けるの。仲間たちから。あ、まあもう仲間たちから、はい、仲間たちから受けたんや。受けてちょっとやめましたけど、はい、空間認知能力が低いんですよ僕。上からの空間認知能力って、あ、その球が落ちてくる、はい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 、はい、下に入る、うん、その中落下地点までの距離みたいなのが、はい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 、っていうのが空間認知能力みたいな。サッカーでも必要だと思うけど。結構確かに。でもヘディング苦手なの。でも違いなさやな、うんうん、ヘディングは確かに苦手だったっていう、はい、そういう感じで野球もやりつつって感じでしたね、はい、久しぶりじゃないですか、ラジオは。久しぶりですよね。噛みまくり。噛みまくり。相変わらず噛みまくりです緊張してますか、カイ君。いやいや、そんなことはないですよ。待って、もう慣れた人たちなんで。まあ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 、はい、渋谷クロス FM にさ、出演するのはどれぐらい。結構割と。1個前もね、出させてもらったんよ。ああ、なるほどなるほど。1個前も出させてもらったんで。はいはいはい。僕もまあ久しぶりやったんですけど、前回が。うん、まあこれからね。まあまあ慣れつつ、最初は緊張してるんでね、はい、僕らいつも。あ、そうですねいつも緊張してるんで。いつも緊張してるんで、はい、まあまあ慣れながら今回もやっていこうかなと思いますけど。はい。なんか難しいわ、最近の近況薄すぎて。近況薄い。毎回こう近況振り返ろうってなるけどもう毎なかなかないよね。やっぱ薄いなみたいなって。そうそうそう。まあ配信ですよね、最近僕ら頑張ってたのは、うん、最近ね、うん、そう、ほんでそのそうそう、さっき喋っててね、はいはい、あの最近一昨日ぐらいですか、はいはい、あの僕が配信でちょっとピザを食べてたんですけれども。ピザね、食べてましたね。ピザを食べてました。企画でね、食べてましたね。そうそうそう、ちょっとピザを多めにね、はい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 、買って食べてたら。名前どれだったんですか。え、
何枚ぐらい買ったの？買ったのは6枚買ったんや。6枚うん。でもまだ半分以上残ってる。やばい、無理やって。もう食べれないですよ。全然無理やって。2日前ぐらいですもんね。そうで、そのピザ配信をしてて、はい、僕が、はいはいはい、でなんかこう遠回しになんか誰々もピザ今日食べてたよって聞いたんですよ、はいはい、はい、僕ですね、うん僕ですわ。同じ日にやるか、はい、まあ、普通に歩きながらね、はい、こう TikTok 見てたら、はいはいはい、かいくん回ってきて、はいはいはい、ライブ配信、はい、したらなんかかいくんピザ食ってて、おうおう、めっちゃ食べてたね、うん、なんかタバスコかけるみたいな。あ、そうそうそう、やってました。マジで美味しそうすぎて、うん、あ、ちょっと真似しよっかなと思って、まあ、ちょうどなんかそのライブ配信のイベントでピザがやってるんですよね。あ、そうそうそう、今ちょうどね、そうっていうのが、うん、多分それでかけてやってた。うんうん、タバスコかけた？いや、全く。あ、全く？もうただ、ただ自分が食べるためだけに買ったんで。普通に食べてた？もう視聴者を楽しませる時なんで。あ、そうなん？僕が楽しみたいっていう。ただあ、そういうことやったんや。それでシンプルにもうピザ買って、うん、食べてたんですけど、はいはい、S サイズ？はいはいはい、 S ね、俺も S やったよ。 S でもうお腹いっぱい。1枚？もう1ホール、なんていうの？1枚。あ、1枚やな。1枚、うん、1枚でもうお腹いっぱいで。やばいよな。え、もう本当にやばいです。え、何枚食べたんですか？一応2枚と半分ぐらい。 S が？ S。S2 枚食べたんですか？ S2 枚いったよ。だいぶお腹すかしてたから。ああ、なるほどね。はい、まあそんなね。はい、ピザトークですけど、ちなみにピザだったら何味が好きとかありますか？僕ね、ちゃんと肉肉しいやつが好きかも。あ、カルビとか？あ、そう。何食べた？あの日照り焼きチキンと、うん、ハーフ&ハーフみたいなやつにして。あー、分かれてるやつね。照り焼きと、はい、あとガーリックシュリンプガーリックみたいな。うんうん、ガーリックシュリンプガーリックの2回、え、ガーリック2回入る、はい、入ってた？ガーリックシュリンプガーリック、はい、オーブリック、オーガニック、なんだっけ、オーガニック、オーブン、え、ちょっと忘れちゃった。調べてみよう後で。ガーリック系のやつの、はい、ガーリック系のね、はい、分かる、食べたいよな出ました、ガーリック系、はい、うん、という感じで、まあ、はい、はい、ピザと、まあ、配信も頑張ってるとあ、いうことで、ぜひ皆さんね、はい、ピザ食べてるんで毎回はい、ピザ食べてへんから。あ、食べてないあ、食べてない。あ、でも余ってるもん、まあ、食べるんで僕は。まあまあ企画をね、いろいろ僕らもやってるんで、ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいなと思います。はいはい、という感じなんですけど、はい、もう大丈夫ですか？もうこれぐらいでいいんじゃないですか？もうお腹いっぱいですか？はい、お腹いっぱいです。もうじゃあもう最初も、はい、もういっぱい話しといたんで。わかりました。はい、ということでね、ここら辺で1曲お送りしていきたいと思います。曲は、ジェイドさんで君だけのコリトーです。どうぞ。夕日の中で立ち尽くしてる君の姿。
お聞きいただいたのはジェイドで君だけのコリドーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは無茶ぶりフリートーク。イエーイ。はい、本日もフリなんかみんな営業すごいみんなのイエーイがありがとうございます、ありがとうございます。はい、本日もフリートークロングバージョンということで、この時間からはですねゲストの2人に加わっていただきたいと思います。ということで自己紹介の方よろしくお願いします。はい、レイレイことマナカレイです。普段はアイドルをしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、パイセンこと水谷翔馬です。普段は、ライブ配信中心に活動してます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで4人なんでね、心強くやってまいりましょうか、はい、さっきねさっきちょっと危なかったスタートダッシュ結構やばかったからだいぶ危なかったから。はい、ということで、はい、無茶ぶりフリートークということですけども、はい、いいですか、僕がじゃあ考えちゃって、はい、うん、チェキの告知って大丈夫ですか。あ、チェキの告知を今日はありますので、よかったら終わった後、はいはい、6時頃、はい、みんなで撮りに来てください。お願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。危なかった。助かります。地声みたいな感じで言ったけど助かります。大丈夫です。はい、ということで無茶ぶりフリートークの内容はですね、最近食べた高い食べ物、うん、高い食べ物を、はい、あります。おお、早速実は、でも今月に行ってきたんですけど、はいはい、コンラッド東京っていうホテルのアフタヌーンティーで、うん、あら、あら、流行りのおしゃれだよ、それは。そう、一人なんと5000円しました。5000円。デザート系のやつですよね。あ、そうです、そうです。段になってて、あ、マカロン、そう、そういうのもあるんですけど、はいはい、今回はハロウィンのあのアフタヌーンティーでプレートで結構真四角で、私の SNS を見てもらえればわかるんですけれど、はいはい、すごい、めっちゃ美味しかったで、ちっちゃいんですけど、本当にね、ペットボトルのキャップぐらいしかないスイーツなの。あー、よくあるよね。ちっちゃいの、そう。おしゃれやね、これが。おしゃれなの。美味しかったですか？美味しかったです。ハロウィンか、食べ放題？うん、ではなく。アフタヌーンって言って、もうそれしか出てこなくて。出てくるんだ。食べ放題。食べ放題。多分ないっすね。少しでもいっぱい食ってやろうみたいな。違う、スリパラみたいな人が。そうそうそう。バイキングのが好きやから。バイキングみたいなの好きやから。今流行りのヌン活ってやつですね。ヌン活ですね。ヌン活？ヌン活。アフタヌーンティーのことをいっぱい回るのヌン活って言います。ヌン活？そうそう。アフタのヌン？そうそう。ヌン活らしい。アフタのヌン。アフタのヌン。アフタヌーンのヌン。ヌンの方。ヌンね。ヌンの方で。ね、いいな、美味しかったです。はい、やっぱあれですね、女の子はデザート系にお金使うのかな、うん、食べ物。そうかもしれない。可愛、うん、い食べ物です。あります、他皆さん最近食べた高い食べ物は。俺さ、焼肉とか最後行ったの1年前みたいな人間だからさ、うん、行きたいなと思ってこの前写真フォルダ振り返ったら1年前ぐらい焼肉。そうで、だからなかなかないんだけど、ただこの前事務所入る前に撮った映画の作品の打ち上げみたいなのがあって、そこで飲んだシャンパンが多分、まあ食べてないけどさ、まあ飲み食いとしては一番高いのかなっていう。シャンパン、そうそう。シャンパンってちなみにおいくらぐらい、聞かない方がいいか、聞かない方がいいか。あのね、俺わかんない、あれ。あー、うん、出てきたシャンパンが、でも多分高そうだったし美味しかった。うん、酒か、お酒か。お酒皆さん飲みます？いやー、まあ飲むけど、うん、なんかそんなシャンパン好きですね、好き、うんうん、でも最近頭痛くなっちゃうんですよ、すぐ。あ、お酒な、わかるよ。あんま飲んでないと、期間が空いちゃうと、あ、頭痛くなっちゃう。久しぶりに飲むときます。確かに。サイさんはどうですか？僕は最近なんやろ、ピザかな、やっぱピザ。さっき言ってた、さっきもピザだったよ。さっき言ってました、ね、ピザちょっと買いすぎたんですよ。はい、はい、思った以上の、質より量で、はいはいはい、まあ、ヌン活ぐらい、ヌン活ぐらいピザを買ったんで。でもピザもっとするくないですか？うん、なんか安かったんよ、この前。そう、なんかキャンペーンやってはって、そうか、1枚買えば1枚無料みたいな感じで、セットで安かったんで、うんうん、まあ、だからヌン活しました、僕も。ヌン活はしない。それピザヌン活だと思ってるの、やばい。違う、やめたほうがいいですね。ヌン活女子に怒られる、やられる。抗っていかんと。何食べたの？なんだろう、最近食べた高い食べ物か、うん、高そうな、でもいいですよ、高そうな。そうですね。あ、わかった、お寿司。
お寿司。あーいいな、絶対おいしい。回らないお寿司出た。わー、いいね。出た。なんか昔は焼肉めっちゃハマってて、はいはい、焼肉にお金を使ってたんですよ、結構、うんうん、結構行ってたよね、なんか、ね、もう一時期もうやばいぐらい行ってました、毎週絶対3回ぐらい、毎週3回ぐらい行ってました。やばい、2日に1回、2日に1回、めっちゃ行ってました。でも最近なんかちょっと海鮮にハマって、はいはい、はい、海鮮、寿司系、寿司系にハマって、うんうん、そうですね、海鮮のお寿司でお金使ったかな。いいな、それぐらいかな。いいですね。え、好きなネタはあれ、トロタク。あー、トロタクのタクアン多め。あ、たくあんか、うん、中トロとたくあんが混ざってるやつ、はい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 、の細巻きとかで、ね、それ食べたの、そのお店で。食べてないです。食べてないんかい。あんまないですね、回らないところは。あー、あるっちゃあるけど、そこなくって、はいはいはい、そうなんだ。そうですね、うんうん、みんなお寿司とか食べます？じゃあ大好き。あ、大好き、うん、結構行きます。うん、何食べますか。あ、何皿ぐらい行きますか。あんま聞かない。何皿くらい。回らないお寿司じゃなくて、普通に回るところで、でも12皿とか。え、食べる。まあまあ食べる。結構食べる、うん、なんかラーメン好きで、二郎系ラーメン大好きで、本当に二郎系。そう、ギャップよね。いや、なんか食べちゃうんですよ、結構食べれちゃうんです。で、一人でもご飯行ける。うん、全然。あ、なんだ、うん、一人ご飯行けるんだ。全然行ける。うわー、いいな。俺絶対無理っす。俺全然行ける。マジっすか。行けない。絶対無理っす。カウンターで全然、ラーメンの店主とかすごい近いの、このぐらいの距離なんよ。でも、カウンターで普通に一人で食べてる。男の人しかいないんだけど。そうよね。そう。でもそれいいよね、ギャップで。いや、ないよね。うん、あ、マジか、一人二郎系俺並べへんね。多すぎん人。あ、そっか。あ、確かに、それはそうかもしれない。それが無理な、恥ずかしくて。え、並ぶところも一人で。うん、あ、それそうか、うん、そりゃそうよ。誰で並ぶ。食べるとかだけ一人じゃないか。お前も食えよ。全部一人か。それそうよ。それそうじゃないか。うん、なるほどね。外食な。外食たくさんしちゃう。毎日外食ですか、皆さんは。ほぼ外食しちゃうかも。やばい。俺家一人暮らし最近始めたばっかなのに。あ、外食で、うん、外食しまくり、やばい。え、料理とかあんましないですか。あ、しますよ。しますよね。いやいや、しますよね。得意ですからも。そうですよね。それはもう、うん、得意料理と、はい、得意料理。パンケーキですよね。パンケーキですよね。すげえイメージ作りするじゃん。大丈夫。パンケーキ。ああ、そうです、ね。そうです。パンケーキ。パンケーキ。やば、可愛いね、アイドルですから。いや、もうそりゃそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや。なんかそんなパイセンはどうですか、外食。俺今一応実家だから。おお。いいな。もうすぐ一人暮らしなんだけど。お。だ、実家だからそうね、逆に外食全然しない、お母さんのご飯食べてる。いいな。でも一人暮らししてから気づきね、気づきよね、気づきよね、かわいい。気づきますもんね。気づきますね。そうですね。でも俺料理がもう壊滅的にできないから。え、でもできそうだけど。できそう、全然できなくて。ソースとか最後かけてそうやな、ね、そんなおしゃれなイメージある、うん、あるある。シェフの格好似合いそうですよね。いや、似合いそう、似合いそう。本当かな。分かる、うん、イメージつく。でも本当何も作れなくて、しかも何がまずいって、一人暮らしし始めるとなんか割となんやかんや作るようになるって言うじゃないですか。まあまあ確かに。でも俺食欲があんまない人間なので、大阪に2泊3日一人で行った時に、はいはい、3日間で2食しか食べなかったの。えー、やばい。で2食。そうで、どんどん食べれなくなるの、体が受け付けなく、飲み込めなくなるみたいな、うん、で2泊3日で3キロぐらい落ちちゃって。やば。だから多分一人暮らしして作れるようになるとかじゃなくて、一人暮らししたらそのまま死に果てていく人生。やばい。食べなくなってくるっていう。そうそうそう。筋トレよく行ってたんじゃない。あ、そう、ビーモンスター、そう、去年、今年の春ぐらいまで行ってたの。その時もあんま食べず、あ、その時は頑張って食べてた。あ、食べてた。プロテインも飲んでて、めっちゃムキムキ、めっちゃっていうか、だいぶ筋肉ついた。人生史上、今までの人生で一番ついたんだけど、でもその、まあ俺前々回のな、かな、ラジオぐらいで行ったんだけど、その、手術して1ヶ月運動禁止だったの。そう、めちゃめちゃ落ちちゃって。いや、1ヶ月動かないと絶対落ちる。いや、きついね。そう、落ちる。そっからもう家で筋トレする意欲もどんどんそがれてって、今もうひょろひょろに戻っちゃった。でも、ね、でも、ムキムキいるやん、ここに。ムキムキ。いい体してるよね。いい体してる。まあまあ筋トレは結構いってますね。まあ、サッカーやっててずっと。そうね。そうです。だからまあ筋トレ習慣みたいなのがつくじゃないですか、部活の中みたいな。確かに。そう、それがずっとあってやってるかな。焼けた。焼けました。焼けたよね。謎に、うん、謎に出てないのに。そんなに出てないのに。家の中でも日を浴びるって謎の。いやいや、なんかあるんですよね、紫外線が謎の。でもサッカーやる人って上半身も鍛える、はい、でも上半身も。いや、わかります、それ。俺もそう、なんかそんな鍛わらんかった。体幹とかすごい良さそう。なんか やる、なんだろうな、大学に入ると結構上半身が大事になってくる、はい、うんうん、そうか、そりゃそうか。高校までだと割とこう
ょろくてもというかいけるけど、大学になるともうみんなムキムキになるし、でかいイメージあるわ。そうでかい、もうみんな体もうそういうもんなんだ。なんかフィジカルみたいな。そう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 、だからもう戦えなくなっちゃうから、めちゃめちゃパンツ短く履くよな、大学短めにあるよな。あれ、あれ見せたいからな。いやあれなんなん、なんでなんだろう。でも長いと邪魔みたいな、うん、あ、短いと動きやすいみたいな。あ、確かに、そういうことなんだ。すごい話それちゃったね。確かに。何の話だったっけ。お寿司から行ったよね。お寿司で私が言っちゃった、ごめんなさい。自炊とか。あ、そうだそうだ、自炊なんだ。そんな感じ。そうだ、カイコの自炊は、え、いや最近やってるけど、男飯。男飯やね、丼ぶり継続中やね。男飯大事。お、いい。もう見せられないですよ、誰にも。え、どんな飯。自分が満足すればいいから。そうそうそう、で結局ね、腹を満たすことがいいから。そうそうそう、そう、だからまあ一応火は通してますよ、毎日。あ、毎日。一応フライパンは使った料理を頑張ってるかな。えらい。ああ、そう、えらい。大事ですよね、でも料理。うん、やっぱでも料理男子結構いいからね、ギャップで。ギャップで料理男子やん、料理男子やろって歌ってましたけど、最近ちょっとやばい。あれ、まあそういう時も昔結構やってたんです。僕16から一人暮らしだったんで。早っ。そうなんですよ、サッカーで一人暮らしだったから。ああ、なるほどね。もうクックパッド先生とお友達になって。先生とあれあればなんとかできる。クラシルかクックパッドですよね。クラシルって何。え、クラシルってなんかあるよね。クラシルっていう風、なんかそれ一緒みたいな感じで、そう、無料で30秒でできるご飯とかかなあるんですよ。30秒は最初30秒は持ってるよね。で、なんかチンとかするの。ああ、はいはいはい。なるほどね。混ぜて終わりみたいな。いいね、楽系。そういう感じ。すごいね。俺買ったやつの裏しか見えへんけどね。あー、書いてあるやつ。わかるわかる。あれしか見えへんけどね、俺はね。え、でもあれでできるんですよね。あれね、あれしかやらんだから。うん、そうなんだ。食べれれば正解。そうそう、食べれればいいの。食べれればね。そうそうそう、なんだよね。振る舞うとかじゃないから、自分。あ、そうそう、自分が食べればね。うんうん。だからもう誰か来た時は終わりですよね。振る舞えはしないけどみたいなやつね。じゃあこんな感じで大丈夫ですか、まず。はい、何今の。はい、一旦ね。はい、はい、じゃあそれではこのあたりでもう一曲お送りします。はい、レイちゃんが所属するサニーの曲です。レイちゃん、曲の紹介をお願いします。はい、曲の紹介の前にサニーと自分のアイドルでカムなかなかない。一番大事なところですか。サニーとジェイドのライブスケジュールを画像で見せていただけることなんです。おー、できました。すごい、すごい、結構いっぱいあるんだ。おー、明日と明後日のやつも入ってますね。うんうん、明日は新宿アルタ、そしてお茶の水で神田明神があります。うんうん、で、番組の終わりの方でも改めてライブのスケジュールをご案内させていただきます。ぜひ皆さんライブにもお越しください。そしてそれでは大丈夫ですか。すいません。それではサニーの新しい始まりの曲です、ファーストウィンド。私のこの想いをいつ気づいてくれるの。君はいつでも気づかないふりで
いただいたのはサニーでファーストウィンドウでした。なんかめっちゃポップであれでしたね、うん、はい、あの心が弾む弾んだね、はい、最初の窓ですよねこれ。ファーストウィンドウ、ウィンドウ、日本語だよね、うん、そうです、読み柄的に、うんうんうん、いやでもめっちゃポップな感じで良かったですよ。テンション上がってきましょう。俺テンション下がってるみたいな。はい、ということでサニーのメンバーはですね、ジェイドの期間限定で移動した17歳の高校2年生高原つぐみちゃん、うん、13歳、若っ若いよ、読んでて若っと思っちゃう、ね、13歳中学2年生のさくらななみちゃん、うん、そして21歳の真中れいちゃんの、はい、3人のグループですね。そうです、2人とも学生なのでそこ若い中で、そっか、そう、すごいね、学生で、うん、なので土日が基本でライブを組んでおります。はい、はい、ということでそれでは無茶ぶりとフリートークが続きますけども、はい、はい、今回はですねトークテーマガチャということで、はい、はい、なんかまあこっちでガチャがあるんですね、はい、カテゴリーがあるので、うんうん、そのカテゴリーでまあ恋愛とか生活とか、うんうん、はい、あるので、いろいろね、それについてちょっと僕らがね恋愛について今回はカイ君と僕が話したいということで、なるほど、はい、恋愛での、ね、秋といえばやっぱり秋といえば恋愛なんで、はい、恋愛の秋、季節全部聞いてやっぱりね、うん、はい、まあ、秋は恋愛、秋って言えばなんとかなる、はい、恋愛の秋です。ここ二人今恋愛、はい、恋愛の秋ですから、はい、あ、そうなんだ、ゴリ押しですよ。じゃあ回してみましょう、行きましょう、はい、お願いします。はい、いいですか、じゃあ、はい、行きますよ、はい、いきますよ、はい、行ってますよ。どうでしょう、あ、理想のデートプランについて。おー、理想のデートプラン、はい、理想のデートプラン、じゃあ最初メンズから言って、はい、あ、そうですね、最後、そうね、はい、理想のデートプラン、じゃあ僕から。あ、いいですか。ですよ、僕は、うん、まあなんね、結構言わせていただいてるんですけど、はい、結構なんていうのかな、キラキラしたというよりかは、うんうん、何、日常生活みたいな、あ、はいはい、なんて言うんですか、特別感は なんかっていうより、はい、日常を噛み締めたい、場合によるんですけどね、本当に、まあ、場合にもよるんですけど、うんうん、じゃあ例えばじゃあ夜ご飯お好み焼きとか、なんかそういう、あ、こう、あ、おうちデートってことですね、みたいなね、おうちデートみたいな、あんまり初めからこう綺麗なとこより大衆行きたいってことね。あ、そう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 、あ、なるほどね、っていう派です、僕は。なるほど、はい、どうですか、まあ、それでじゃあ僕言うと、はい、真逆です、ね、知ってました、ね、これ結構対立するんですよ、恋愛感マジで違いすぎて、はい、そうなんですよ、マジで違う、いつも対立するんだけど、僕はどちらかというとこう、はい、結構最初マジでカッコつけなんで、もう最初はこう決めていきたい、うんうん、はい、ここ行って、うんうん、夜景見て、うんうん、いいところでご飯してみたいなのをしたいタイプ、はいはいはい、っていう理想のデートプラン、そうそうそうなんですね、いいよね、真逆よね、多分ね、真逆、面白い、はい、どちらかというと真逆、どうですか、俺さ、そもそもさ、彼女いたことないのよ、うーん、おー、はいはいはい、だから理想の恋愛プラン、自分が思い描く、はい、そう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 、でも俺はベタにディズニーとか行きたい、うわー、あの、いいね、お揃いの耳とかつけてみたい、あー、ね、うん、それはちなみになんですけど、はいはい、付き合ってからか付き合う前どっちとかありますか。そっかそっか、それもあるもんね、うんうんうん、そうそうそう、付き合ったデートか付き合った後のデートか、え、付き合う前か、え、分からなすぎるんだけどでもあれじゃない、付き合う前にディズニー行って気まずくなかったら、うん、付き合うの不安なくない、あー、うん、だ付き合う前に、うん、いや、ディズニー気まずかったらしんどくない、長いじゃん結構、まあ、朝から晩だとさ、うん、どう、なかなかよ、なかなかハードですよ、ね、なかなかハードです、でも俺好きなこと言ったことあんのよ、ディズニー、おお、で、3年連続ぐらい行って次ミラーコスタ泊まろうぜみたいな感じだったの、うん、で、その前になんか映画行った後に告白して、お2日後に3分の電話で振られたんだよね、それが俺の唯一の恋愛経験、なるほど、
まあ甘酸っぱい甘酸っぱい、ね、秋ですね、はい、秋ですよ、初恋でした、やっぱり、はい、秋です、やっぱり秋ですね、秋なんだ、甘酸っぱいということは秋ってなんだろう、甘酸っぱいは秋なんよ、はいはいはい、どうですか、じゃあもうバチッと決めていただいて、こういうダンス、うん、こういう理想がいいっていうですよね、そうそうそう、はい、でもなんか初デートだったら昼間から夜にかけてがいいかなって思うのと、うんうん、朝はダメ、朝は苦手、うん、あ、準備あるから、そうかそうか、そう、うんうんうん、そう、だからね、昼からピクニックしたりとか、うん、あ、作っていきます、頑張って料理して、あ、いい、いいね、うん、これはいいね、作っていきます、うん、それだったら、そう、お昼それにして、うんうん、夜はそれ、どっちのプランでもいいように対応します、あ、大衆でも合わせますみたいな、そう、そう、なるほどね、どっちがいいですか、でも、え、どっちも好き、なんか、本当に、あの、実家で好きな焼き鳥屋さんがあるんだけど、うん、それこそもう、ケムケムな、すごい美味しい焼き鳥屋さんなの、うん、それはもうそっち系でしょ、はいはい、でも、ね、私ヌン活してるほどすごいホテルのそういう綺麗な夜景とか、うん、すごいそういうビップなこういうフレンチなんとか好きだから、こっちも好き、あ、いいじゃないですか、なんかずるいね、なんかさすがいいね、いいね、100点100点どうする、終わっちゃうけどこれ、いいんですか、これで、いいですよ、次とこじゃん、もう次行っていいですか、じゃあ次もう回しちゃったんで、これ、あ、回しました、はい、好きな人に告白するときはどこで告白したいですか、どこでか、どこで、場所、まあでも LINE か直接だったらもう直接でしょ、直接がいい、もちろん、それの上でどこで、どこでっていう、あ、むずいな、どこでか、どこかな、あんま、ちなみに俺はレストランだったよ、振られたの、振られ、あ、そう、唯一のその告白は、え、食べてる最中、いや、食べてる最中で気まずくなったら嫌だったら食べ終わるぐらいにした、うん、おー、うん、素敵、でも多分それがミスだったんだよね、きっとね、でも違う場所でしたら正解、成功したかもしれない、でも、まあ、でもロケーション大事ですよね、ロマンチックなとこじゃない、ロマンチックな、さすがに大衆料理屋では行かないですよ、僕、あー、確かに、さすがに、確かに、焼き鳥食べた後にちょっとさすがに、でもそれでもいいと思いますけどね、まあ、そこから、まあ、お家に、お家でソファー座って、はいはい、うん、細っていうのでもありだし、しょっぱなお家あり、 あ、なしだわなしだわなしだなしなんかない、しょっぱなはやっぱなお家だとハードル高くなっちゃうから、ね、そうね、確かに難しいですね、難しいですよね、難しいですね、はい、どこでなんだろう、でもなんか、うん、よくあるさ、観覧車とか、うん、あ、そういうのもあるね、でもなんかちょっとキモくない、だな、観覧車でさ、ちょっとキモくない、痛くない、失敗した時の残り半分うわー、死んだ、だいたい頂上あたりでやるもんね、残り半分やばいよね、めっちゃ長いな、確かに、ちょっと外見たりしてね、はい、降りて、終わり際ぐらいで言わないと確かにもう下やけどね、そう、さ、もうほぼ観覧車の場合、終わりかけに行ったら、あ、こいつ保険かけたなってめっちゃバレしてるね、確かに確かに確かに、失敗した終わりやで、これ長いからな、確かに、じゃあえてちっちゃい観覧車とか選んですぐ終わる、すぐ終わる観覧車、今なんかちっちゃいなみたいな、今なんかちっちゃい、今なんかちっちゃいの、これぐらいがちょうどいいんだよねありますか、場所はだから、うん、どこかな、学生だったら公園とかでいいけどね、うん、そう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 、確かに、あ、そうね、確かに、そう、でもこの20代になってからの場所って難しい、難しい、うん、確かに、なんだろう、どこだろう、なんかあんまりキメキメにレストランとか予約して入ると分かるんですよね、うん、こっちからしたら、あ、察するんだ、いや、確かに、あ、待って、2回目あって3回目あって、あー、もしかしたらここかも、来るぞってなんか構えちゃうから、構えないところがいいかもしれない、日常的な不意にね、不意に来る、いや、確かにな、もう中華街とかきついかも、結構、中華街なしか、なし、中華街なしか、中華街なかなか尖ってる、いや、それはそれね、いいやと思うよ、なんだろう、ドラマの見過ぎかもしれないけど、はいはい、駅のホームとか、あ、なんか帰り際とか、あ、去り際とかがいいのかな、場所とかじゃない、この閉まる直前に言って好きだーみたいな、走って閉まるから、答え聞かずにいいダメ、答え聞いた方がいいか、いよいよドラマもびっくりよ、それドラマの展開も新しいみたいな、新しくなっちゃう、じゃあちょっとラストもう一個、はい、言っていいですか、うん、結局カイ君聞けなかったな、聞けなかったな、確かに、まあ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 、いつかね、はい、じゃあ次は付き合うなら年上、うん、年下、それとも同い年、あ、俺これ決まってる、お、来た、おー、俺絶対年上がいい、じゃあもう、あ、年上、年上、はいはいはい、はい、年上なんだ、え、みんなは、なんか上って思ってたんですよ、僕前まで、うん、上がいいなと思ってたけど、でも結局なんか下の、うん、ってなんかタイプがしっかりしてる子がタイプなんですよ、はいはい、僕、うん、こう、うん、
そうなんかこう右左ちゃんと言ってくれる人みたいな、わかる、はっきりしてる人がいたら、はいはいはい、影響されやすくって、だからこう、上がいいなと思ってたけど、下でもしっかりしてる子はしっかりしてるから、それはそう、そうだからなんかあんま関係ないのかなって最近思ってきた。結構全くやば、一緒。あ、嘘。うん、僕も年上って思ってたけど、はいはい、人によるんやろうなっていう、そう、結局的にはそうやね。そう、どうですか、れいちゃん。断然年上です。あらー、今21歳21です、22の年です。22の年、はい、でも確かにそれぐらいの子ってみんな上好きなんだよ。結局そうやな。そう、分かる、分かる。なんだろうな、自分に尽くしてくれるところってやっぱり、あ、そっち、え、どういうこと。全部あ、全部トータルでね。うん、トータルで、うん、いろんな意味で、はいはい、うん、なんか高校生卒業してからだと、まあ、同級生でもありなんですけど、うん、まあ、自分の車持ってたりとか、うん、年上の人って結構都会の人じゃなくても持ってるマイカーを持ってたりとか、うんうんうん、乗ってましたもん。まあそうですね。あとはなんだろう、うん、経験、恋愛経験豊富だから、うん、いろいろそれを含めていろんな場所連れてってくれるとか、うん、なるほどね。そういう感じ、年上がいいのかな。うん、なるほどね。結局みんな年上だったという、あ、まあ、人による人による、でもかくも人による俺も人による人によるって言ったらみんなそうじゃん。そうなんだけどね。まあまあ確かに年上がいいのって結局しっかりしてる人とか、うんうんうん、いやまあそうなんですよ。そう、そういうところだから、ね、別に年下でもしっかりして、別に生理的に年下がダメですとかそういう話ではない。確かにそれはそう。そうすると俺もこっち側よ、はいはい、そうかそうか、うん、そうですね。結局みんな人による人による、人によります。丸子収まってる。ちなみにパイセン、そのディズニーの人は年は同い年。あ、同い年だった、うん、あ、でも同い年でも全然。そう、高校時代に高2の時に好きになって、うん、4年間ぐらい片思いして、すごい、大学2年生の時にそう映画見た後に告白したけど、2分3分の電話で散っちゃったって。うわ、でもそれって告白したしない方が良かったのか思いました。いやでも俺はなんだろう、あっちはずっと友達として付き合ってくれてるのは知ってたけど、うん、なんだろう、その自分も友達としてるのがだんだんなんか隠してるみたいな、うんうんうん、そういうのが嫌で、うん、だったら告白しようと思ったから後悔はしてない。あ、なるほどね。だけど悲しかった。まあ悲しいよね、うん、難しいよね。でもさ、恋愛ってやっぱさ、告白しちゃうとその関係がなくなっちゃう。分かる、そうそうそう、分かる、から告白できないみたいな、うん、そういうのが多いじゃん。だ、仲良くなりすぎて、ね、友達としての親しさが増しすぎて告白するにできなかったん、ずっと。様子見ちゃうよね。恋愛って難しい、難しいよ、難しい、まあまあまあ、まとめ方がもう恋愛は難しいね。恋愛は難しいから、まとめちゃってしまってるけど。まあね、相手の気持ちも大事ですからね、恋愛は。そうなんだよね、はい、結局なんか甘酢、大丈夫、なんかこうなんか、うん、しっとり終わっちゃったけど、秋ですから、まあまあいいです、甘酸っぱい秋ですから、とりあえず秋言っとけばなんとかなる、はい、秋です、まあ恋愛もね、勉強になりますよ、はい、話しましたけど、いいですか、はい、じゃあこの辺で、はい、はい、お腹いっぱいですか皆さん。もう大丈夫です、お腹いっぱいです。はい、はい、ということでね、それではもう一曲お送りします。これもジェイドの曲でございます。いろいろなフルーツのカクテルをイメージして作られた曲だそうで、おしゃれ、ね、おしゃれ、ね、カクテル、カクテルです。あんま飲まないけど俺は、うん、まあね、飲まないんだ。なんか甘いのがね、あんまり、あ、そうなんだ。あ、そうなん、最近ちょっとあれなんですよ。あ、そうなんよ。はい、甘いの大好きです。ということで、お聴きください。ジェイドの最新曲で Sweet and Sour です、どうぞ。彩る世界で Follow me dance, follow me chance。 おはようでベタなステップと甘酸っぱいグラメリー、出しちゃったんだ、吐いた声が愛を奏でる。あなたとエビダンずっと交わしてた、夢見る世界で Follow me dance, follow me chance。 さよならのビタのスイーツは風香るラズベリー、嫌になっちゃった溶けたクリームが淡く焦がれた。それは素敵な恋愛模様で、Do you see この瞬間、 Do you know いつだって始まりは See I saw。 何度も何度も踏み出す未来のステップで、あなたとつながる空にポピア触れ合う手と手、縦に日が差し込んで、あなたに伝える想い、
めないで Everything ずっと笑ってた見上げた世界で Follow me dance Follow me chance お決まりのギターのフレーズと甘酸っぱいストロベリーどうしちゃったんだブーケのトスが愛を奏でる二人で Every day ずっと叫んでた触れ合う世界で Follow me dance Follow me chance くたびれたブルーのスカートは強がりなブルーベリー嫌になっちゃったついた嘘が不意にこぼれたこれは切な人生のようで Do you see どんな時も Do you know 特別な出来事は See and so ハレルヤいつかいつの日か駆け出す未来のステップであなたと重なる先にポンピアップ運命のジャムは何やむこと知らないであなたに届けるいただきました曲は、J ドレスイート&サワーでした。イエイ。はい、ありがとうございます。大丈夫でしたか？あ、全然大丈夫です。大丈夫やな、はい、いけたもんね。いけた、いけた、はい、かわいいね、なんかスイート&サワーって、うん、かわいい、かわいい俺の振りだな。かわいい、みんなかわいい、かわいい、かわいい、ありがとうございます。はい、ということでそろそろエンディングに向かいたいと思いますけど、はい、皆様からのね、告知が、告知があります。はい、はい、あると思うのでお願いいたします。どうします？パイセン、あ、俺からって書いてあるね、はい、そうですね、僕は、水谷翔馬という名前で、TikTok で主にライブ配信してます。水谷は多分普通に水谷なんですけど、はい、秘書、あの桜井翔さんの翔に真実の真という字ですので、うん、よかったら一度調べていただいて、まあ、夜まったり配信しておりますので、夜そんな時間を一緒に過ごせればなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして私のセンターの曲を流してもらうということでお願いします。うん、センター、画像は出ますか？どうなんでしょう。告知の明日、明後日、お、出ました、ありがとうございます。明日新宿アルタキースタジオでライブをさせていただきます。つぐみちゃんがちょっと、諸事情のため2人で、ののみちゃんと13歳のののみちゃんと2人でライブをさせていただきます。23日24日、うんうん、2人で頑張りますのでぜひ来てください。で、30と1日は初の野外ライブなんですけど、天気が良くなってほしい。そして、10月の8日はお台場で波動っていうアイドルのイベントがあるんですけど、それに戦うやつでしたっけ？戦うやつなんですけど、戦うとに出れなかったんですよ。あ、ライブの方なんですけど、あ、ライブがまた別で、でもそれに出れるということで嬉しいです。ぜひお越しください。そしてTikTok とか毎日配信してますので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ僕の方は、うん、11月の11日に、うん、あ、そうなんだ、覚えやすいでしょ、覚えやすい、あの港未来の方でちょっとランウェイを歩かせていただくのですごい、イベントがあるのでぜひ遊びに来てほしいです。はい、うん、あとは SNS、うん、僕も TikTok やってますので、うんうん、はい、ぜひチェックしてほしいです。お願いします。はい、その港未来のやつはどこで調べたわけですか？えっとね、
あ、でも普通に調べたらみなとみらいコレクションコレクション、名前はみなとみらいコレクションめちゃめちゃ噛む、あぶねー、みなとみらいコレクションで検索してもらったら多分出てくるんで、はい、わかりました。はい、はい、僕の方は、うん、今 SNS 強化してます。はい、はい、はい、なんでインスタ、ね、TikTok フォローしてくれたら嬉しいです。はい、はい、はいはい、大丈夫ですか皆さん、告知はそんなもんですか ね、こんなもんで大丈夫ですか。インスタの系統がすごく良くて、見させてもらいました。ガチですか。はい、今日初めましてなんですけど、はいはい、ちょっと事前調べしようと思って、うんうん、見ました。初め、あ、オレンジのやつ良かったね。あ、本当ですか、うん、ストーリーのやつ、うん、ね、そうそうそう、ありがとうございます。すごいいい感じです。あ、嬉しい。みんなチェックしないと、ね、チェックしましょう、はい、皆さん、はい、はい、ということで、じゃあ本日の放送はこれまでとなります。はい、皆さん今日は楽しんでいただけましたでしょうか。はい、緊張しました。緊張しましたね、めっちゃ緊張したな久しぶりすいません、はい、はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、次回放送は来月13日金曜日、うん、13日、17時からとなります。同じ時間ですね、うん、はい、はい、こちらもサンオフィスからまた数名出演させていただきます。出演者は10月に入りましたら、はい、公式 X より発表させていただきます、うん、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、はい、ありがとうございます、はい、X って非公開ってことですか。うん、これ最近変わった、最近ツイッターが X、 あー、それだ、ガチボケ、今冗談かと思ったら、X、 え、じゃあなんか X ってなんか入れるのバツバツみたいなね、そうそう、なんか自分で入れろみたいなあれなのかなと思った。 X なんですよ、そういうことか。変わっちゃったんでね。変わりましたね。変わりました。はい、変わった変わった。僕変えないようにしてたんですけど、なんか前回も同じ人いたな、シュートさんがおい、アップデートしてなくて同じこと言ってましたよ、この時、うん、変えてないんですよ変えてないですよって変えてなかった、見せちゃってた。シュート君はまだ変わってなかった。変わってなかった。そんなことある。俺も耐えようと思ってたけどダメだった。ダメだった。気づいたら変わってた。変わっちゃうよな。はい、ということでね、では番組も最後です、次回の放送も楽しく、進めてまいりますので、はい、詳しい公式、詳しくは公式の X で、うん、はい、はい、公式の X、 X で、はい、読み方 X なんですもんね。そうです、そうです、そうです、そうです。そう見た、面白い、ね、面白い面白い面白い。はい、お便りやね、観覧もお待ちしております、はい、皆さん楽しみにしててください。はい、はいはい、ということで、ね、ちょっとまだ時間が ね、ありますね、はい、余っちゃってる。はい、ありますこの後ね、チェキ会がまたあるので、そうだ、そうだ、ぜひよかったら初めての方も、うん、そうでない方も、うん、ぜひこの後チェキ会私はあるのでよかったら来てください、うん、はい、お願いします、はい、みんなで行きましょう。そこら辺で撮るんですかね。そこ、あ、そうです、そこら辺、そこら辺、路上で撮るみたいな言い方やめてください。言い方、そんなわけないでしょ。ちょっとブースがあるじゃあブースがございますので、あるらしいです、皆さん、はい、そこら辺、そこら辺では撮りません。いや、雨の中でもね、皆さんこんな見てくださって、はい、うん、嬉しいです、そんなに、ありがとうございます。お足元悪い中、うん、はい、そうです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。どうでしょうか。はい、どうでしょうか。どうでしょうか、日向さん。でも、MC 久々だったので、日向さん、はい、もうそろそろ日向さん、時間が、時間が、あ、そういうこと、そういうことです。おい、なんか言えんかと違う違う、早く言って、早く言って、差し迫ってます、はい、はい、ということでね、あの、はい、本日、当番 MC は夏川日向、うん、そして、はい、藤森海、はい、急ぎ、はい、インスタ真中レイ、水谷翔馬でした。はい、ということでね、はい、それではまた会いましょう、ということで、せーの、バイバーイ。俺ほんま苦手これ。何それ苦手。